後半戦は熊本マーベリックスのキックオフで再開する形になります。キックオフしましたのはマーベラックス、失礼しました、熊本マーベリックス 2番の久保田です。シエコルベツはリターナーを2人配置しております。後半の開始です。さあコルベツリターンに入った、右の狭いサイド23番つきまして自陣34ヤード付近からの攻撃を得ます。リターナー23番は中根、果敢に突破を図らんとし、あ、失礼しました、自陣31ヤードからの攻撃となります。ボールの訂正ありまして自陣29ヤードと9ヤードとなっています。 CA コルベッツファーストダウン10、さあオフェンスを中央に固めて右オープンダンプレーをキャリア24番に託しましたが、これは熊本ディフェンス陣カバーよくノーゲインと書いています。CA コルベッツセカンドダウン10、これを熊本ナイスディフェンス。今度は左サイドを掴んとラニバック24番にハンドオフしましたが、これを熊本0番見事なチャージで1ヤードロスに変えています。素晴らしいタックルを決めましたのはマーベリックス0番の吉田、広島大学出身。シエコルベッツサダン11、クォーターバックパスを投げんと下がりましたが、ここにディフェンス陣殺到、最後は熊本69番がキュービーサック、パスを投じる前に仕留めました。見事キュービーサックしましたのは熊本マーベリックス69番の平岡、佐賀大学出身。CA コルベッツフォースダウン15、パントフォーメーションを取ります。このパントは熊本陣45ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権は熊本マーベリックスに変わります。まずは CA コルベッツの最初の攻撃シリーズを熊本見事に封じる形に成功しました。攻守変わりまして今度は熊本マーベリックスの攻撃、ボールオンは自陣44ヤードからファーストダウン10、ナイスラン。ワイドレシーバー16番モーションからハンドオフを受けてジェットモーションスイープ、勢いに乗りました、左オープンを疾走、約6ヤードのゲインに変えております。鮮やかに前進を図りましたのは熊本マーベリックス16番の前田、一橋大学出身。熊本マーベリックスハーフウェイからセカンドダウン4、
ナイスラン、ファースラン。今度は中央へのランプ、何よくならんアフターフェイクを利用しまして中央一気に切り込み、見事に攻撃権更新としました熊本マーベリックス。ファースラン攻撃権更新を果たしましたのは熊本マーベリックス7番の大黒です。大阪教育大学出身。相手陣に入りまして熊本マーベリックス相手陣40ヤードからのファーストアンテン。さあ中央のランプを投入、しかし今度はこれは2のディフェンス村上にましてほとんどゲインなくセカンドダウンに変えております。キャリアは26番の、国広でした。熊本大学出身。熊本マーベリックスセカンドダウン10。クォーターバックパスを投じんと下がりまして18番、そこから急遽スクランブルに転じようとしましたがこれはコルベッツ97番見事に対応し1ヤードのロスにとどめております。スクランブルを展開しようとしましたのは熊本マーベリックス18番の柿内、大阪経済大学出身。それを仕留めましたのは97番の姉妹でした。熊本マーベリックスサーダウン9。パス成功。クォーターバックチュアチャン、プレイアクションから右に展開した83番にパス。低いパスでしたがこれを83番拾うようにキャッチしまして前進図りましたがディフェンス村がありましてフォースダウンに変わります。パスを取りましたのは83番の吉村でした。東京工業大学出身。熊本マーベリックスフォースダウン5。ボールオンは相手陣35ヤードの位置にあります。熊本ここはパントフォーメーションを取りました。ナイスパン。パンター2番プレッシャー殺到する中これを絶妙にかわしながらコントロールしたパントを蹴りました。鮮やかなコントロールされたパントはコルベッツ陣3ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。ここは桑田素晴らしい妙技をパントで見せました。東海大学出身。やーやー様メッセージありがとうございます。ゴーマーベリックス。このメッセージが今チームに乗り移っているかのように、マーベリックスが押し込んでおります。さあ CA コルベッツはこれを打開することができるでしょうか。ボールオン3ヤードからのファーストアンテン。さあまず中央へのランプレーを投入しました。まず陣地挽回を図らんというパワープレーでしたがしかしゲインは1ヤードにとどまっております。CA コルベッツセカンドダウン9。ランバック24番ハンドオフから右オープンへのランプレー。オフェンスラインがアウトサイドゾーンを取りまして見事に大きく展開するスペースを作りました。これによりまして約8ヤードのゲインとしています。まずランによって状況打開図らんというところランニバック24番の久野が決めております。
このあたりはさすが福岡サンズでしのぎを削ったプレイヤーといったところを感じます。岸コルベッツサードの残り1ヤード、CA コルベッツファーサー、今度もランニング枠24番です。ハンドオフから今度は左を2タックルを突破し攻撃権更新、 CA コルベッツファーサー。ここは久野がその足とそして体を使いまして見事攻撃を押し返して攻撃 陣地を押し返していっております。 CA コルベッツ自陣21ヤードからファーサー運転、クォーターバック12番、ここでプレーアクションパスを投じようと構えました。しかしディフェンスがそこで殺到、最後は熊本11番がキュービー作しパスを投じる前に仕留めました。約4ヤードロスに変えています。見事キュービー作しましたのは熊本マーベリックス11番の佐々木、慶応義塾大学出身。シーエコルベツセカンドダウン14、これは熊本ナイスディフェンス。今度はランプレーによる突破はからんというところでしたが、これは今度は熊本17番がチャージしましてさらにロスを奪っております。見事な判断でロスタックル決めましたのは熊本マベリックス17番の重岡、熊本大学出身、片や関東大学のトップ層で活躍し片や九州学生で奮闘しておりました選手がここで活躍しております。CA コルベッツサダンロング、パス不成功。この状況コルベッツワイドレシーバー22番へのパスで突破はからんというところでしたが、わずかにコース合わずパス不成功となっています。 CA コルベッツフォースダウンに変わります。CA コルベッツフォースダウンでパントフォーメーションを取りました。さあリターンに入った、まだ倒れない、まだ行く、ナイスリターン、低い弾道のパントをリターナー23番果敢にリターン確保、カバーチーム殺到する中そのタックルかいくぐりまして相手陣25ヤード付近の位置を確保しました。この位置から熊本攻撃に変わります。見事なリターンをしましたのは熊本マーベリックス23番のカーズ、佐賀大学出身のプレイヤーがここで奮闘します。さあ攻撃を得ました熊本マーベリックス、相手陣26ヤードからのファーストアンテン、選択はクォーターバックキープ、クォーターバック5番そのまま相手タックルをかわすようにそのままエンドゾーンに駆け込んで立ち合う、見事立ち合うダウンを決めましたがクォーターバック5番の吉村、大阪教育大学出身、これによりまして熊本6点追加となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。これをキック
間16番見事に決めました。1点追加、熊本マーベリックス13点、 CA コルベッツ3点、その差10点と変わりました。一進一退の攻防が続いておりましたが、この状況を熊本クォーターバックの吉村が見事なランを見せまして、状況打開を果たすことに成功しました。その差10点と変わりまして、熊本マーベリックスのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入ります。 CA コルベッツ、このリターンで状況打開になるプレーを決めることができるでしょうか。さあリターンに入った、リターンは42番、左オープン展開図らんというところでしたが、自陣25ヤード付近で止まりまして、この位置からの攻撃となります。CA コルベッツ、リターナーは42番の渡辺でした。さあしかしここでタッチダウンを上げ、また状況を再び戻したいというところでしょう。 CA コルベッツ、ボールオンは自陣25ヤードからのファーストダウン10。熊本ナイスタック、まずヒッチパスによるキャッチアンダーランハカンとワイドレシーバー8番にパスを投じました。しかしここをすかさず熊本1番がチャージかけまして、ゲインを約3ヤードから4ヤード程度に留めております。しかしまずその最初のプレーでゲインを果たす形に成功しましたのは、CA コルベッツの8番の、CA コルベッツ8番の小原です。こちらも熊本、福岡サンズで活躍した黎明期のスーパープレイヤーです。さあ再びパスプレー、今度は7番にパス、パス成功、7番キャッチしまして、すかさずタックルを受けましたが約5ヤード近いゲインを果たしております。パスを取りましたのは7番の大城でした。2周点厳しい状況でしたが見事にキャッチを果たしております。 CA コルベッツ、サーダン残り1ヤード、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ非常に大きなプレーが出ましたが、このイエローフラッグが気になります。さあどちらにありました反則でしょうか。判定を待ちましょう。ディフェンスに反則がありました。コールのアナウンスが残念ながら聞こえず、反則の内容は分かりませんでしたが、15ヤードの抜体となっております。非常に重い反則だった模様です。ラフィングザパッサーのようです。パスを投げ終わった選手に対するハードヒットです。この危険反則は危険な行為としてみなされます。15ヤードの抜体、したがってインターセプト無効となりまして、攻撃権は逆に CA コルベッツ更新しファーストダウンとなります。さあ CA コルベッツ、ハーフウェイからのファーストプレーはまずランプレーとしました。何枠10番ハンドオフを託されまして、右オープンを展開、相手ディフェンス殺到する中、それをかわして約4ヤードのゲインと書いています。見事なランを決めましたのはランニングバック10番の鴻上です。
失礼しました。ゲイン3ヤードに訂正します。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター、クォーターを終えまして、熊本マーベリックス13点、 CA コルベッツ3点、その差10点で攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。